今みんなが見ているこの動画の画面にタッチをすると右上にここのところに白いボタンが出てくるからこれを押してみてね。そうすると下のところに楽しい動画がいっぱい出てくるからそれをタッチして次の動画を見てね。じゃあ待ってるよー。